藤井金きから1907年7月13日は、明治期の日本の教育者、牧師、横浜バンドのメンバーである、上野国山田郡大まま生まれ、1874年に、神奈川県横浜市にあった、洋学校、秋文館で学び、1875年より、高島学校、東京語学校で学ぶ、1874年秋より、ブラウン塾で学び始め、 S.R. ブラウン、ヘンリー・ルーミス、エドワード・ローゼー・ミラーより進学と哲学を学ぶ。1877年7月にブラウン塾を卒業して東京一致進学校で学ぶ。1879年5月から農商業に従事する。1883年に上野新法商議員と主任記者になる。1884年より横浜ヘラルド新聞の記者になる。 1885年より仙台神学校の教授になり、1888年より、省内私立中学校の初代校長を務める。1890年より、仙台の宮城女学校の幹事になる。1894年8月、日本キリスト教会宮城中会による、合図伝道のために、合図若松に赴任し、北高寺長に講義書を開設。伝道の傍ら開いていた。 英語塾には、野口秀代も通っていた。1895年4月、野口秀代は、藤生勤金読から受選している。1897年、病気のために退任した。1894年2月より、東京の第二中会の下屋教会牧師に迎えられる。また、新境教会での日本キリスト教会大会議長を務め、田村直信の、 日本の花嫁事件の弾劾道義を採択した。半年後、1894年8月に、藍津若松に赴任し、若松栄町協会の創設にあたる。1897年に、藍津若松協会を辞任し、東京に戻る。1907年東京市牛込め区東御県庁で、救世した。ありがとうございます。